11月6日は、グレゴリオ歴で年始から310日目にあたり、年末まで、あと55日ある。共和党初の大統領選出となった1860年、アメリカ合衆国大統領選挙。北部と西部の赤色が、リンカーンの獲得した州イズ戦争が終結。損傷した藍津若松城30人が死亡した、北陸トンネル火災事故。北陸トンネル、 鶴ヶ川高校にある、異例碑、オスマン帝国最盛期を築いた第10代皇帝、スレーマン一世誕生サクソフォーンを考案した、ベルギーの楽器製作者、アドルフ・サックス誕生経済アナリストチャールズ、ダウ誕生。ダウ平均株価を提唱アメリカの作曲家、ジョン・フィリップス・スーザ誕生。更新曲、ワシントン・ポスト大きくバスケットボールを考案した、カナダの教育者、 ジェームズ・ネイ・スミス誕生実業家、相川義介誕生。日産自動車の石を築く、最初の野球殿堂5人の1人である417章の、豪腕投手、ウォルター・ジョンソン誕生マレーで、長方員として活躍した、盗賊、ハリマオこと、谷豊誕生。イーグルスリーダー、グレンフライ誕生、ジェリーアン誕生。デビッド・ファイロとヤフーを創業した、 石田三成小西行長暗黒寺へ系関ヶ原の戦いで敗れ、京都六条河原ので、処刑フランス復興をセーブルボン長最後の王、シャルル十世、七月革命で再度亡命し、ゲルツで隠し作曲家、ピョートルチャイコフスキーボツホンダミナコ。ボツ、東部東上線朝霞駅前にある記念碑。ありがとうございます。